皆さん改めましてこんにちは。いつもお世話になっております、東京 DD クリニックの院長で、ここに書いてあります通り薬害研究センターで院長をやっております宇都宮と申します。改めまして今日はよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、一応ですね、なんですかね、名目としては、この本がですね新しく販売されたので、それ の, 発刊記念みたいなのも兼ねて、でそこに書いてある内容とかの復習ということも含めて、いつも定期的にうちの薬害研究センターでは、講演とかの企画を一応してるのはしてるんですけど、それの一環として、今日はそういう話をさせていただこうかなと。ただ今日僕もね、なんですかね、お会いした方とかも何人かいらっしゃってるし、結構 Facebook とか Twitter 見て今日来られた方もいると思うんですね。でその方たちにとって、結局この本って、僕にとっては、ある意味、集大成って言うとあれですけど、そういうまとめみたいな本になってますので、そういうふうな内容を、ちょっと簡単に復習しながら、特にですね、これまでの本と違って、付け加えで書いたようなところとかですね、そういうところを中心に今日はピックアップして、お話ししてって何か考え方の参考になればなということで今日はお話ししていくのと、もう一つどうしてもですね、この本は子どものことに関する本になってるんですけど、その子どもに関することで、僕は別の分野で一応取り組んでるっていうのがこの児童福祉の問題、特に児童相談所の問題っていうのがあるんですけれども、その問題をやっぱり今日はですね、やっぱり少し掘り下げてお話ししたりとかですね、今日その児童相談所の問題でですね、裁判されてる方とかも実は今日おいでになってってもらってて、でその人にちょっとね体験談とかも話してもらおうと思うんですけど、非常にショッキングでブルーになる、そういう話で、必ず僕の声はブルーになってもらわないと困るんですけどそういうふうな、ある意味ねブルーなんですけど、さてそれをどうしようかということも含めて、みんなで考えていく機会になればいいかなと思いますので、よろしくお願いします。で今日は一応タイムスケジュールとしては今からですね60分か65分ぐらい僕ちょっとお話しさせていただいて、でその後ですね、お二人お話ししていただこうと思うんですけれども、30分か35分ぐらいそういうお話をしていただいて、その後ちょっと休憩をですね取って、でそのままただブルーになっただけじゃちょっと皆さんもねあれだと思いますので、じゃあどうするんだということとかですね、そうどうするんだって言っても簡単にうまくいく問題でもないんですけれども、そういうふうなこととか、あと質疑応答とかも含めて、お話をさせていただいて、で8時前ぐらいまで、続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で一応もう本は今日はセットでお配りしてさせていただいていると思うんですけど、一応サイン1ページ目に入っております。はい、なので絶対名前入れてほしいわっていう方がいれば後で言ってもらっても構わないのは構わないんですけど、サイン入りじゃない方がいいっていう方はちょっと困るんですけどね、そういう方はちょっとすいません我慢してください。はい、で、あとですね何かありますかね。僕今日ねわざと下駄履いてきたんですね。はい、で僕これ清掃だと思って最近わざとあれやってるんですけれども、そういう軽い気持ちでやらないと今日の話は本当にブルーになります。僕も児童相談所の話を最初に聞いた時はもう信じられないと思いましたけど、そういうのをねだから必ずどこの公園に行っても話をするんですけど、実例聞くとね結構ね女性の方とかはねちょっと我慢できなくなるっていうようなこともあるぐらいなので、そういうことで、皆さんですね、ちょっと覚悟っていうとあれですけど、そういうことで聞いていただいて、その、ね、社会意識を、ね、高めてもらうと、嬉しいかなというふうに思う次第です。では、早速ですけどね、まずちょっと、その発刊記念のですね、講演の方を始めさせていただきたいと思います。はい、ですね、僕今までいろんな本を出してきましたし、 Facebook とかもいろいろとですねずっといつもいつも書き込みとかもしてますし、あとですね講演とかもですねいろいろとですね地方なんかも飛んだりとかしてやってるんですけれども、その話でですねいつも基本的な講演っていうのは、ここのね、ここに書いてあるようなことを、紹介したりとかですね発信するということを、基調というか基本の講演としてずっとやってきました。でこれを僕自身は社会読と
というふうに名付けてきたんですけれども、まあ、いずれにその呼び方は何でもいいと思うんですね。で社会毒って言ってもさらに言うもっと広い意味での社会毒とかですね、もっと細かいマイナーな話での社会毒っていうものも当然あると思います。でそれをねいつもこのスライドで、説明したりしていろいろと格論をやっていくんですけど、まあ、今日は時間の関係もありますし今までそういうお話を聞いたことがあるとか僕の本をですね他の本で読まれたことがあるとか例えば医者とおかんの社会毒研究っていうのはそのまま漫画付きでそういう本になってますし、まあ、僕が精神科以外のことで書いた医学不要論っていう本も、まあ、清書みたいな形ですけどこういうふうなことを扱ってる本にもなりますしそういう本いくつかあるのはあるでそれを今回はですねさらに、まあ、子供に絞った形でまとめて今まで抜けてたものを補ったっていうのが一応今回の本になりますので、まあ、こういう話まあ、今日はですねできるだけすっ飛ばすのはすっ飛ばしてでそこでちょっと抜けてるというかですね今まであまり話ができなかったところを少しお話していこうと思います。でじゃあ社会毒って何なんだとでここにソフトキリングって書いてあります。で僕はこの言葉よく使うんですけれどもその社会毒とか、まあ、違う意味で言うとその使用性の毒物という言い方もします。油に溶ける毒物石油毒でもいいです別に呼び方いろいろあると思いますけどそういう毒物っていうのが実際にこの世界には普通に存在します。科学的に存在する。でその時にこれらの毒物っていうのはほとんど全部そうですけどすぐに死んだりすぐに障害になったりすぐに病気になったりはしません。しませんけれどもそれらが蓄積してたまるといろいろ悪さをするというそういう構図にほとんどのものがなってます。でまあ、例外としてここで挙げられるのは例えば精神科で出される精神薬とかですねワクチンなんかの副反応でも一部の人は非常に強力な反応が出たりとか死んだりとかですねもう半身麻痺になったりとかそういうこともありますけれども基本的にほとんどのものは、非常にゆっくりと作用するとでゆっくりと蓄積して作用するので分かりにくいっていうことをまず最初に抑えなきゃいけない。それはもうここに書いてあるように小児科の薬も同じ例えば風邪薬とかですね、吐き気止めとか下痢止めとかああいうのも全部そうです、はい、さらに言うと転換の薬もそうだし、ステロイドの薬なんてまさに石油のもう筆頭みたいな薬ですし、その他の薬も全部同じなんですね。ワクチンなんかもワクチン自体は油の毒とは直接は言えないんですけどワクチンの中に入ってるようなアジバントに入ってるやつの一部はやっぱり油の中にこう強力に入り込むようなそういう組成をしてるだからこれもやっぱ同じなんですね。でフッ素はちょっとミネラルの中で違うんですけれどもその割にはこのフッ素っていう薬というか毒物も脳の中に溜まり込みやすい。で脳の中に溜まり込みやすいんですけれどもその脳っていうのは油の塊なんですね。やっぱりそういうものが引きつける作用がある。でフッ素なんかは特に強力な神経毒ですから、まあ、頭悪くするっていうんですか頭をパッパラパーにするってよく言うんですけどそういうような要素がある。でまあ、砂糖なんかに代表される生成物の甘いものっていうのはちょっとこれもまあ使用性毒とは少し違いますけど、まあ、非常に強力なですね麻薬的な作用を持ち神経毒的な作用を持ち、子供とかですね、まあ、子供は よく食べますからねそういうものをね。でそれでいろいろ病気をもたらす、まあ、特に甘いものなんか代表格は虫歯だと思いますけれども虫歯だけじゃなくていろいろ悪いことをもたらすと。でこれ甘いものっていうのは砂糖類ももちろんそうですけど人工甘味料も同じことが言えると。人工甘味料なんかの場合には、その何ですかね、その神経毒的なその知能を下げるということだけじゃなくて発がん性とか不妊とかですね、いろんなことが言われてると。でもちろん食品添加物なんかも同じことを言えますし食品添加物なんかはもう本当にもろそのもの石油毒ですね。石油から作ってる農薬も同じです。はい、精神薬とかそういう西洋医学系の薬もまさに石油毒そのものです。それは後でスライドで出てくると思います。で遺伝子組み換え食品これもまあちょっとその石油毒っていうのとは少し違いますけど、まあ、農薬とセットで考えなきゃいけないしこの遺伝子組み換え食品も子供が食べてるものが一番多いです。で結構遺伝子組み換え食品の中で盲点になってる私遺伝子組み換え食品食ってないわって言ってる人すでにもうそれ勘違いも甚だしいですね。スーパーなんかで売られてるものの場合遺伝子組み換え食品じゃないって書いてあっても遺伝子組み換え食品は入ってます。で遺伝子組み換え食品が一番使われてるのはね植物性の食品ではありません。はい、簡単に言うと畜産の肉です。はい、畜産の肉で例えば日本でですね牛でも豚でも鶏でも、その牛舎とかそういうところで飼料ですね餌として与えられてるものはほとんど全部遺伝子組み換え食品の餌がほとんどです。それらは全部生体濃縮されて牛とか豚とか羊じゃないごめんなさい鳥とかに凝縮されて詰まってますので
その肉まで否定はしないんですけれども、その肉の育てられ方をかなり注意しないと、そういう遺伝子組み換え食品の毒物をそのまま受け入れてしまうという、そういう構図になっているということなんかも注意しなきゃいけませんね。はい、で牛乳もこれ使用性毒って言っちゃっていいのかどうか分かりませんけれども、まあね、子供の話するときどうしてもね、あの真弓貞夫さんって僕もお付き合いさせてもらってますけれども、彼のお話出てきますけど、真弓貞夫さんは本当に牛乳大嫌いですね。心の底から嫌いなんだなっていつも思いますけど、僕はねワクチンとかの方が嫌いなんですけど、はっきり言うとそれよりも牛乳の方が嫌いですね。はい、でもこれはまあ、あの歴史的な変遷を考えるととてもよく理解はできるんですけど、やっぱ牛乳の利権っていうのは昭和のね23年ぐらいから始まってることで、もうアメリカのね牛乳業界が日本人全員に牛乳飲ませるために、まあ、かなり悪どいことをやってきたっていう歴史があるんですけど、まあ、そういう歴史の中の構図と、まあ、確かに牛乳って非常に有害な飲み物だということがいるんですけど、それとの、ね、ミックスで、やっぱ牛乳は本当に憎んでるんだなっていつも思いますけど、本当にあの子供はね、あの牛乳飲ましちゃいけないっていうか、もう別に大人も飲んじゃいけない、はい、よく言われますけど、豆乳も本当は私はあまり飲まない方がいいというふうに思いますけど、まあ、興味がある方は後で質問してください。で汚い油ってここに書いてありますが、これはあのトランス脂肪酸に代表されるような油とか、あと酸化した油のことを指しますね。はい、でこの油の場合にですね、ちょっと考えていただきたいのは、植物性の油安心って思ってる、その考え方はちょっと今はもう捨てた方がいいと思います。これあの戦後からずっと植物の油っていうのは体にいいとかってよく言われてたんですけど、そんなことは全然ございません。はい、もちろん植物の油でも今比較的ね体にいいと言われてるものがいくつかあります。でこれは例えばオメガ3が多いものとかっていうことで、アマニ油とかエゴマ油とかシソ油とか、そういうものは体にいいっていうことを言われて、これは部分的には分かるんですね。あと他にあの植物性の油だとココナッツオイルとか、そういうのも体にいいって言われることもあるし、あとインカインチオイルとかちょっと高いですけどね、はい、あのそういうふうなオイルのことを言われる時もありますが、今結構世界中で批判を浴びて問題になってるのが、例えばキャノーラ油とかトウモロコシの油とか、はい、あとは向こうのですね、向こうの大豆の油とかですね、あとひまわり油とか、そういうものはですね、非常にオメガ6が多いだけじゃなくて、遺伝子組み換え食品も多くて、農薬なんかの残留も多くて、非常に油として、低レベルだというか、非常に健康を崩す油だというふうなことがだいぶ分かってきました。でそうやって言われてるんだけれども、どちらかというとスーパーで売ってるものほとんど全部そうですね。はい、だからそういうふうなもので、大体あの特保商品なんかでもそうですけど、そういうなので健康にいいとかって言ってるのも、まあ、大概嘘だと思った方がいいぐらいなんですね。でこれでも植物性の油が健康にいいっていうふうに宣伝するようになったのは、もちろん、まあ、業界の利権みたいのが関係してるという、そういうことがあるわけで、まあ、その辺からまず注意して、あとはまああのスクールカウンセリングとかちょっと児童相談所こう 今は飛ばしますけれども、例えばね、携帯電話とかスマホとかテレビとかっていうのは、これは電磁波に関係する問題ですね。はい、電磁波の問題なんかももちろん子どもは特に注意しなきゃいけない。はい、あの例えばよくあるのは転換なんかまさにそうですけど、まあ、転換っていうのははっきりと脳の電気信号異常によって起こるって、これは西洋医学でも言ってる話ですけど、その電気の問題とか電気から、発生してくる電磁波の問題を気をつけないと、子どもはそういうふうな病気にもなりやすいですし、他の電気に関係するような問題にもなりやすい。でも実際のところあまり今の人たち気にしてませんね。電気文明の時代だから電気を全否定はしませんけど、電磁波を避ける努力をするっていうことは、とても肝心なことなんですけど、今の人はあまりそういうことをやらない。であとプラスチックですね。はい、結構あの子供の場合プラスチック結構なんか全く興味もなく使ってるって人結構多いですけど、まあ、こういうプラスチックなんかも、まあ、熱入るとまた問題が生じるので、それだけでもちょっとやめてくれっていう感じなんですけれども、プラスチックなんかはいろいろと、まあ、石油の代表格ですけれども、いろいろとですね溶け込んで、子どもでも、大人でも悪さをしますので、そういうものもですね、本当は注意してもらった方がいいんですね。だから僕ん家とかはあの子どもの皿とか基本的にプラスチックのものはあんま使ってません。はい、そういうのもちょっとしたことで違ってくる。でもそのこと言ったらペットボトルの水飲んでるじゃんって言われたらそれもあれなんですけど、本当はあの理想論だけで言えばガラスの瓶の方が本当はいいんです。で昔はそういう風にして、なんつうかそういう水を飲んだりとか、それが当たり前だったのでみんな深く考えなかっただけですね。はい、それが今はそんなことも考えなきゃいけないようになってしまったっていうことから、なんつうかね、世の中を見直さないといけない。であとやっぱり関東ね、あと福島なんかまさにそうですけど、
放射能、放射性物質の問題、まあ、これは政治的な問題も高度に絡んでるので、まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいんですけど、やっぱりそういうことは、注意しなきゃいけない。今日はその辺の話も、いつもよりは少し時間割いてお話しようかなと思ってます。はい、でこういうのをですね、この本の1ページ目ですか、1ページ目っていうか最初の方、まあ、開いてもらえば分かると思いますけど、エピローグのっていうか、なんだっけ、どっちでしたっけ、初めにの方ですけど、とりあえず出版社にね言われて、これ順番変えられたんですね。で毒屋の話を一番最初に持ってこようっつって、それでこういう風な流れになったんですけど、僕はずっと毒親っていう言葉を非常に自分でも気に入ってよく使ってました。で今でもよく使ってます。でこれなんでかっていうと、僕はやっぱり最初のこの活動っていうのは精神医学問題、心理学問題から入ってきた人間なので、この毒親っていうのはね、まあ、ここに書いてあるようにスーザン・フォワードという人が書いた本からまあ抜粋みたいなもんなんですけれども、もともとはその支配的な親という意味を総称しての毒親っていう意味があったんですが、もちろん今でもその意味もあると思います、あると思いますけど、どちらかというと今の時代は、そういう昔みたいな精神支配的な親っていうのはやっぱり減ってきたと思います。減ってきたと思うんですけど、もう常識にそういうことしか頭にないので、そういうですね、いわゆるこう社会毒とかですね、そういうものを食べさせて、ね、当たり前とかしょうがないとか、そういうことを言うと、でそれで子供がね、当然ですけど不健康になったり病気になったりするわけです。もっと言うと自分も大体病気になってる人が多いです、はい、でもいやなんでだろうみたいなねことを言って、さらに周りにですね責任転嫁するという、そういう人がやっぱり今の時代増えてると思います。これは多分欧米教育の慣れの果てなんだと思いますけれども、そういうふうな考えを持ってる人を総称して僕は毒親だというふうにいつも呼んでます。だから皆さんね、自分が親の方とかも自分毒親じゃないかっていうことをやっぱりよく考えていただきたいというふうに僕最初思いますね、はい、でだからまあこの辺にはそういうことが書いてあるというふうなことになります、はい、で今言ったように毒親が与える具体的物質っていうことになると、さっき言ったものそのものになる。だから毒親なんかが、僕はもういつも見てて思った精神薬、だうちの子が言うこと聞かないんです、ね、うちの子が暴れるとか、うちの子は癇癪を起こすとか、だから精神薬を飲ませるんですね、はい、それはもう非常によくあるパターンですけど、それね、癇癪を起こす理由があるんです。はい、癇癪を起こす食べ方をして、癇癪を起こす子育ての仕方をして、ね、その癇癪を起こす理由がある。他にも一緒、いろんな症状があってもね、はい、子供がいつも泣いてるとか暴れて走り回ってるとか全部一緒です。そういうふうな理由があってなってるので、その理由とか原因についてはあんま考えないで、なったことだけ考えて、でそれを対症療法するために精神薬投薬するという、この姿を僕はずっと本当何千件を見てきました。だからそういうふうなことの代表格、やっぱ毒親が与える代表格の物質なんだなっていうふうにいつも思ってます。で最近はやっぱりワクチンですかね。ワクチンはもうね、どうしてもね、このね、感染症不安っていうものがあって、それを煽られてるので、ワクチンね、どうしても打ちたいとか、打つのが当然だというふうに思ってる人いますけど、これワクチンのことを一生懸命勉強すれば、こんなもん打つもんじゃないっていうことは、ね、すぐわかります。はい。で、これはもうはっきりとワクチン全て不要で、全く効きません。全て効きません。はい。しかも全てのワクチン、全て有害です。無効なだけならまだマシですけど、有害なんですね。はい、だから一切もう存在の価値がないと言って、過言ではありませんけど、そういうふうな物質だということです。まあその辺のね、今日は本当はいつも講演の中でワクチンがどれぐらい有害かって科学的な話とかもよくするんですけど、今日はそういう話はねあんまりしませんが、そういう認識で考えながら、まあ、この本の中にもそういうこといくつか書いてあると思いますけど、自分でも振り返って勉強してみてください。で他にもね、食べ物とかいろいろこういうこと、まあ、さっき言ったのと同じことで書いてありますし、まあ、本来の毒親とか、スーザン・フォワードという人が言ってた毒親の、観念の原点は、下の4つぐらいですかね、はい、だから子どもの自由発想を奪う思想毒、はい、これはもう僕が勝手に作った言葉ですけれども、要するにあなたこうじゃなきゃいけないのよみたいな、子どもに対してね言ったりとかやったりとか平気でする、子ども嫌だっつっててもね、もちろんだからルールとかを教えるっていうものと、子どもがですね、まあいろいろそういう自分がね本当の意味でやりたいこととか納得してるかしてないかとか、そういうことを無視してすっ飛ばして、子どもをですね自分のね奴隷であるかのように染めようとすると、これはまあずっと人類の歴史の中にあるっちゃあったと思いますし、特に、戦後ですかね、はい、そういう雰囲気が、強くなったんですけれども強くなってないかのように見せかけてる、はい、戦前の方がそういうのはあったかもしれませんけど、
まあ、それはもう社会風潮上の問題もあるし、ある意味子どもも納得してた部分もあると思うんですが、今はそうとは違うんですね。でこれがない時代っていうのは一応ありました。でいつですかっつったら、もうだから古代民族の時代ですね。はい、まあ、今日古代民族の、例えばインディアンとかイヌイットとかそういう人たちの話になりますけど、そういう時代の人たちっていうのは、だから子どもと大人っていうのは同列なので、子どもが大人に支配されたりとか、子どもが大人に従属してるっていう状況は基本的にはないです。はい、そういうところから本来の人間の姿とかっていうのを考え直さなきゃいけないのかなっていうふうに思います。でこれあと毒親のね、その毒になる親の話と全く同じですけど、問題行動、これは子どもの問題行動、まさにそうですね。例えば学校で喧嘩してくる、皆さん喧嘩したことはありませんかね。僕はね、小学生の時はすごいいい子でした。はい、小学生の時はすごいいい子でしたけど、転校が多かったので、まあ、だからいい子にならざるを得なかったということもあるのはあるんですけれども、僕らの子供の時代とか40代の人だったら、その辺で喧嘩しまくってるのは当たり前でしたね。でそれで先生に殴られて、で両方廊下に立たされてとか、そういうのありましたけど、まあ、それがいいかどうかはちょっと別なんですけれども、それぐらいあってもそうだし、人間の社会ではそれぐらいあっても別に問題はないと僕は思います。でもそれ今違うんですね。はい、喧嘩するとか、本当に喧嘩しなきゃいけないとか、本当に理不尽なことされて喧嘩する時もあると思うんですけれども、それでも喧嘩したら喧嘩した方が悪いっていう話で、今基本的な社会の風潮っていうのは進んでます。それもっぺんですね、大人がちょっと考えてほしいんですね。これ大人にも言えると思います。はい、まあ、大人だから、まあいきなりね、殴ったりとかするのはやめていただきたいと私も思いますけれども、逆に言うと今の人たちって、大人の意味で言う喧嘩できないから、だから政治とかでも何でもそうですけど、やりたい放題されてると、そういう言い方もできるとは思うんですね。はい、だからこの問題行動っていうのも、何が問題なのかということも含めて、毒親を考えるときは考えていただきたいなと思います。その逆にね、そういう問題行動っていうふうな張るっていう時は、当然ですけど常識とか体裁とか、あと権威とかですね、はい、偉い人が言ってんだから間違いないみたいな、僕だって同じですよね。はい、僕最近なんか勝手に偉い人に祭り上げられてるみたいですけど、全然そんなことございません。はい、もう僕は今までと同じように頭おかしい気違いの医者で、今までこれからもやっていきたいと本当に思ってるんですけど、そういうふうなですね、どうしてもその常識とか周りの風潮とか、それに沿うっていうふうに、考える大人っていうのが非常に増えてるし、それを子どもも敏感に感じ取ってますね。その結果社会が非常に窮屈になってるっていうことを大人側が見直せないと、結局どこよから脱却するっていうのは難しいんじゃないかなというふうに思います。今日はそういうこともですね、ぜひちょっと考えてみていただきたい。でもうまさにこれのですね、もう筆頭中の筆頭っていうのかな、一番 最悪のパターンが、僕は児童相談所とか児童福祉の問題だっていうふうに思ってますね。はい、で毒親の典型的な行動でここにありますけれども、これはね、簡単に言うとね、僕のね、クリニックに来る患者さんとかね、患者さんの親たちが取る行動だと思ってもらえばいいです。はい、いつもこういう人とばかり僕相手してるんですね。で例えばどんなのって、もうまさにこれ一番まさに筆頭ですね。彼ね、絶対子供には薬飲ませてるんだけど、絶対自分飲んでないですね。はい、もうこれ共通してます。でね、他のね、風邪薬なんかもそう、自分はね、いやもうちょっと私風邪薬本当はいらないわって言ってる人も子供には飲ませるんですね。はい、でその理由は何ですかって言ったら、いやいや幼稚園行ってもらわないと困るからみたいな、そういう人たち多いですね。でも実際のところ子供を本当風邪薬飲ませると死亡率とかも高いですし、いろんな障害とかを出る率も高いですし、自分飲めよみたいな感じですけど、ね、そういうのを子供に飲ませる、本当は両方飲まないのが一番いいと思うんですけどね。であとですね、必ず他者に原因を委ねる、これも毒親の特徴ですね。だから自分の育て方は悪くないっていうふうに必ず考えますけどね、本来は僕は親だったら自分の育て方悪かったんじゃないかっていつも悩まないとおかしいと思います。自分の子供がうまく成長したっていうふうにね、社会的に見えても、いやそれでもなっていうふうに思うぐらいが、僕は日本人としては昔から持ってる気質だと思うんですね。はい、でもね、今の人たちはそういうことをもうほとんど考えなくなってしまった。でそうするとですね、いろんな病名に頼るんです。例えばね、精神病なんてまさにそうですけど、そうじゃなくて、今日例えばアレルギーの話とかもしますけど、アレルギーとか膠原病とか、子どもの病気でいうと川崎病とか、そういうような病気も全部同じです。全部同じ原理の中で動いてる。で、その後に、ね、
本来は医者の言うことだけ聞いて薬飲ませるんだけど、今度いや医者、僕みたいな医者がね出てきたりとか、最近他にも出てきました、そうすると薬飲ませない方がいいよみたいな話だったら、いやそれだけでまた今度薬ね買ってパッパッパッて減らして、それででも別に生活は見直してはいない、そういうケース非常にたくさんありますね。結局なんかもうとりあえず誰かの言うことを聞いてればいいみたいな、そういうとこもよくあります。そういうの皆さんないかどうかっていうことをよく考えていただきたいですね。あとね、これはもう非常によく見られます。診察室に親子で入ってくる、親子で入ってくるけど、まあ、僕のとこ来る患者さんとかもね、あの当事者っていうか患者が20代とか30代とかで、親は50代60代で、はい、今日は何しに来ましたかとか、今日はどこで僕のこと知ったのって言ったら、いや私が、親が先喋り出すね必ず、うん、でね、もう本人は喋りたそうにしてるんだけど喋れない、非常によく見られます。で、いや親黙ってろっつって僕言うの、うん、黙ってろって言うんです。黙っててくださいって言わない僕黙ってたところで黙ってろお前みたいな、で本当に言います。でもその瞬間に親がすっげえ嫌なことするんですけど、でそれでそしたらこう初めて当事者のことも喋り出す、で喋り出してどうたらこうたらって言って、でまあそういうのバーって聞いてきて、あれすると大体親の恨み事つらみ事が出てきて、うん、でその後にね、はい、あの早くこいつ殺しちゃえばよかったのにねってよく言います。そこを言ったら、まあ大体とは言いませんけど、かなり多くの患者は泣き出しますねっていうことを、要するに今の人たちは20代30代の人でもそういうふうに押し付けられてる人もいれば、まあ、もっと昔からねそれは歴史上あったのかもしれませんけれども、今のね3歳4歳5歳とかもっととんでもないことを押し付けられてるという状況だということをちょっとね見直していただきたいなと思います。まあ、それの代表格はここにあるように自閉症とか発達障害とか知的障害だということです。子供につける病名はもうはっきりとほとんどみんな同じだと思ってもらえばいいです。で最後ね、その人たちはねみんなね怒ったことしか興味ない。皆さんもこの中でね子供持ってる人も、もしかしたら病院に行ってる人とかも同じ考えだと思います。必ず怒ったことしか興味ないです。例えばジンマシンが出たんです先生どうしましょうみたいな、いやなんでジンマシン出たんですかって聞いたら分かりませんって言うんです。うん、なんでね、じゃあ川崎病なんかまさにそうですね、川崎病になった、川崎病って病気インディアンやりましたかって、いや知りません、じゃあなんで川崎病になったんでしょうね、分かりません、でも川崎病になったから困るんです、それしか言わないですね。それで言ってね、結果見てるだけです。結果見てても問題は解決しません。実際その結果になるにはちゃんとした理由があるんですね。はい、それもちゃんと説明しようと思えばできます。だから根治療法っていうもので、この世界で対処しようとしてる人は完璧ではないかもしれんけども、そういう原因についてアプローチしようとするから、薬ねいらなくても治ったりとかする、あと末期がんとかでも治る人が実際に、出るっていうことになります。だからそういうアプローチを皆さんができるかどうかっていうのは非常に重要なことですね。はい、で、今ですね、今日はね後でねお二人にお話ししてもらいます。で僕が一番問題として扱ってるっていうのが、まあ、児童相談所の問題なんですけど、なかなかこれはですね、まあ、理解されないっていうか、まあ、経験者じゃないとわからないって言った方がいいのかもしれないし、あとねピンとこないみたいですね。はい、実際に法律論の問題とかね、僕もあの南出菊次弁護士さんっていう人とも一緒にやり取りとかしましたけれども、法律論で喋られてもね本当にみんなピンとこないみたいなんですね。何が悪いのかようわからんみたいな。で最後ねこの話しだすとね、児童虐待をね肯定するのかみたいなね、そういうふうに言われることもありますが、別に私は児童虐待を肯定してるわけでも何でもございません。別に体罰を推奨してるわけでも別にありません。でもねそれとは別の問題なんですね、この児童相談所っていうのは。で、まあ、このねここに書いてあることはその背景、なんでそんなことが起こるのかっていう背景で、まあ、児童虐待判定でもいい加減かつ何の根拠もないということとか、密室の中で行われたりとか、その法的権限がですね暴走してる、警察よりもね検察よりも暴走してるとかね、責任も誰も問わないとか、どこが管轄庁かさえもわからんとかね、まあ、そういういい加減なことは山ほどあるのはあるんですけど、その結果何が起こるかっていうと、児童虐待の捏造とかインチキとかそういうものが起こるっていう、そういう構図になってるということです。でこれねやっぱりそういうのも皆さんピンとこないでしょ。僕の話の講演とか聞いたことある人ならわかるかもしれませんけどね、今日初めて講演聞いたって人はわからないかもしれない。だからね、これ結構具体的な話した方が話じゃないんですね。例えばですね、さっき社会毒でフッ素の話ありました。はい、フッ素って歯によく塗りますよね。フッ素、歯医者でフッ素線香とかフッ素豆腐とか、ね、歯磨き粉にもフッ素入ってます。はい、残念ながらフッ素線香しようがフッ素豆腐しようが歯磨き、ね、虫歯減りません。
実際日本で減ってませんし、海外では、それは減らないというデータもあります。日本でもね、数少ない歯医者さんたちがそれでむしろ減らないとか、体にも有害だし歯医者の予防にも役立たんっていう。で、村上徹さんとかね、有名ですけれども、まあ、そういうこと言ってる人もいます。でもですね、例えばね、今の時代フッ素をね拒否したら虐待になるんですよ。フッ素豆腐、いやいや、フッ素豆腐、うちはちょっとフッ素をちょっと少し勉強してみたら怖いと思うので、ちょっとやめてもらいたいと思うんですけど、何言ってんだお前は、みたいな歯医者に言われます。で、それで、いや、あんたんちだってね、その歯医者、ごめんなさい、子供虫歯にしたいんか、虐待したいんだなっていうことで通報される。はい、で、通報されて、で、それもね、全員の歯医者がそうじゃないからまた困るんですね。いい歯医者もね、中にはいると思うんですよ。フッ素ならないでちゃんとね、食事指導してくれて虫歯もちゃんと治してくれる歯医者もいると思うんですけど、大概フッ素のことなんて金儲け考えようと思ったらフッ素専攻した方が、フッ素豆腐した方が儲かりますから、で、それしたくてやろうとするんですね。で、それでそれを閉じ込め、なんていうの、取り込んどくがために通報しようとするとか、実際に通報する人もいる。まあ、もっと言うと正義心で通報する人もいます。で、そうするとそれで児童相談所が来て、児童相談所はもう顔が来たと思って喜んでますから、はい、儲けたい、児童相談所を儲けたいっていう一心がありますので、で、それでそのままね、さらわれていきます。一時保護と言います、そういうので。それはね、何歳だろうは関係ありません。はい、子供でも全然さらわれていきます。で、一時保護というのは2ヶ月間基本的には拉致られるみたいなもんなんですけど、2ヶ月で済むことはまずないです。はい、いや、うちが虐待してましたって言って認めたってだって返してこないんだからね。はい、で、そういうことをずっとやってる。他にも今ね、例えばね、ワクチン、今日もね、子供さん何人か、ね、連れてこられてる方いますけども、他にもね、子供いらっしゃってワクチンを打ちたくないわっていうふうに思う人、最近は前よりは増えたと思います。増えたと思うけどね、本当注意しないと本当自損さらわれます。はい、ワクチンを打たないでね、もう感染症にしたいのかっつって、通報されるとか、あとね、もっとね、最悪のね、事案がね、あってね、周りのね、その保育園とか幼稚園とか、皆さん分かりますよね。そう、親がいますよね、他に。で、ワクチン打ってほしい親がいるんですね。なんでうちの子ね、うちの子に風邪ひかせたいのかみたいな、ね、ワクチンは風邪を予防しませんしね、大体ワクチンがその子打ってるんだったら、他の子がね、インフルエンザになったって別にワクチン打ってんだからかかんないはずなんですね。その段階でお笑い話ですけど、あの家はワクチン打ってないで虐待してるんですよって通報するやつがいます。で、実際それで今ね、ワクチン打たないっていうだけで、僕が聞いてるだけでも2人もう児童相談所に連れて行かれた子がいるそうです。もっともしかしたら全国ではいるかもしれませんね。で、他にもね、最近ね、もっとね、別の事例でもありましたけれどもね、医者がね、要するにね、患者囲いたいがために、全然虐待と関係ないんですよ。子供がいるっていうのだけ知ってて、いや、あなたちょっとうちの、ね、病院に来て、あなたがよ、要するにここな、このね、テレビカメラのね、方だったらね、その方に病院に来て薬を飲めと。で、薬を飲まなかったら子供何の関係もないんだけど、子供虐待してるっていうのに児童相談所に通報するぞっていう、そういう医者がいます。実際今もうこれ実名出してもいいんですけれども、ちょっとね、実名忘れちゃいました、います。はい、要するに今これね、もうだからね、ある意味ね、そのね、脅迫のね、最強手段みたいになってます。はい、他にもね、まあ、今日は実例でね、いくつか出ると思います。もうそれでその話聞いたらもうね、ショックかなと思いますけれども、他にもいくつもあります。はい、僕 の、 後ろのね、本の中には児童相談所の怖い話とかね、隣にはスケープゴートって本あると思いますけど、本の中にも、児童相談所に連れ去られた子どもの話とか載ってますけれども、その自尊のね、怖い話の僕が書いた本の中では、例えば、何ですかね、母乳育児してて人工乳を与えないから虐待、今の時代そうやって扱われます。はい、で、他にもですね、まあ、これはね、児童虐待で拉致られたわけじゃないんですけれども、何ていうんですかね、K2 シロップとか、生まれた子供に K2 シロップ飲ませない。 K2 シロップって薬であるんですね。で、それ、まあ、添加物いっぱいバーって入ってるんですけど、その K2 シロップ出血予防のために飲ませなきゃいけない。で、それ飲ませないイコール虐待っていうふうに扱われることもあります。ね、ビタミン K2 自体は別に僕も必要性は認めるんですけど、それ飯とかね、ね、いろいろ他のもので補うやいい話で、添加物ないサプリメントで飲んだ方がよっぽどマシですけど、そういうようなことで虐待扱いされたりとか、そういうのもありますね。で、他にも最強なんかはもうだから、こけて子供がこけて
ね、あざ作った。でそれ整形外に連れて行ったら虐待じゃねえこれみたいなのもあります。なんぼでもありますね、はっきり言うと。はい、でじゃあなんでこんなことになるのかというと、ごく簡単に言うと、これは児童相談所の、まあ、利権の話なんですね。はい、で児童相談所自体もだから一つの自治体機関ですから、予算によって区切られてますので、毎年毎年予算規模は決まってる。だから児童相談所に相談される件数とか、児童虐待をされる件数っていうのを一定に保たなきゃいけない。もっと増やさなきゃいけない。増やしたら予算倍増になりますから。はい、だから年度末、年度末でいつか分かりますよね。2月とか3月とか児童虐待数ちゃんと増えます。はい、ちゃんとチェックしてみてください。非常に増える傾向にありますね。はい、でさらに言うと、同じ一人です、児童相談所にしてみれば。なので本当の意味で虐待してる面倒くさいケースを児童相談所はほとんど扱いません。なぜなら面倒くさいから。同じ一件、予算としては同じですから。はい、そうじゃなくてね、弱っちい人とか、もっと言うと生活保護の、家、あとはシングルマザーの家、はい、あとは、児童相談所に律儀に相談に行く、ちょっと言い方悪いけどバカな親、ここら辺から基本的に子供をターゲットとして狙っていきます。あとは通報されてこれはラッキーと思ったケースとかね、そういうのから基本的にターゲットにしていくと、そういう構図になってる。もともと児童相談所のね、この法律っていうのは歴史的に言うと昔のね、戦後みなし子がいたんですね。戦災孤児ってやつです。戦災孤児を保護して、でそれでそういう養護施設に入れて、それで親もいませんから死んでますから、それをカバーするためにできた法律なんですね。それが今さらに権力が与えられて法律上肥大化して今に至るっていうことなので、児童虐待を本当の意味で防止したり公平なシステムの中でやるようなシステムには全くなってません。でひたすら好き放題できる構図になっていると。でそれでね、さらに言うと子供っていうのは、そこに放り込まれた子供っていうのはほとんど全員みんな精神薬を投薬されてます。僕が見たケースも全部そうです。はい、で僕が見たケースも3歳児でもね、精神薬投薬されてましたし、で他にもね、13歳で裁判所の意見書書いた子は4種類ぐらい飲んでました。はい、それ全部ちゃんと法律っていうか、なんて言った添付文書で禁忌の飲み方の飲み方とかも普通にさせてました。しかもカルテ開示しないんですね。はい、そういうことが平気で行われてるということです。まあ、これしかも世界中全体同じ構図なんですね。はい、ただ世界では一応やっぱり先んじてる。で、なんですかね、ヨーロッパとかアメリカとかでもこの同じ児童福祉の問題があって、児童相談所という名前の組織は日本だけで他のとこはないんですけど、やっぱりそういう組織があってですね、で児童福祉の人たちが子供を拉致って言って、それは子供のために必要だっていう、まあ、ある意味偽善の仮面かぶってさらっていくというふうなことがずっとやれてます。でこれはイギリスなんかが一番今話題になってるのはなってますね。イギリス結構騒いでるのは騒いでる。ただアメリカなんかも同じように騒いでますけど、アメリカは結構ね、利権側も強いので結構やられてるといえばやられてる。イギリスとかヨーロッパの方がまだその動きは早いという構造になってますが、でもやっぱり少数なので、そっちの慈善団体と言われる人たちの方が強くて、児童福祉とか児童福祉施設の方に子供もっと、ね、拉致って言わないんですよ、保護しなきゃいけない、そういう虐待してる人たちの、子供を守らなきゃいけないっていう構図に、まあ、なってるという、そういうことに結構なってますね。はい、でね、あと本、その本にちょっと戻りますけど、こんなブルーな話ばっかりしててもしょうがないんですけどね。はい、で、まあ、その本の中で一応僕ね、スクールカウンセリングのことについても書きました。はい、で結構これもね、今ね現場では問題になってます。はい、皆さんもスクールカウンセラーとか、ね、スクールカウンセリングに子供をかけたことある人ならもしかしたら分かるかもしれませんけど、そうじゃなければほとんどの人分からないかもしれませんね。今学校中でですね、結構スクールカウンセリングを導入したりとか、もっと言うと学校に精神科医を導入するというところも結構あるのはありますけれども、もうこれ本当ね、もう本当バカげた話だと思います。で僕もね、スクールカウンセラーもね、全否定はしません。はい、しませんけど、今のスクールカウンセラーっていうのは、まあ、いろんな意味でね、ある意味終わってるというか、非常にダメなんですね。これ何がダメかっていうと、まずですね、臨床心理学って言って、まあ、精神学と同じね、明けみたいなもんですけど、まあ、それにのっとってしか動けないっていうことです。
臨床心理学ってもともと人の心を癒すための学問じゃありませんので、そうじゃなくて人をコントロールしてどちらか管理するための学問ですから、そういうふうな観点でしかものを言ったり喋ったりとかできないんですね。で、次にそのスクールカウンセラーの問題も、雇われてるっていう問題もありますけど、子どもの立場だって全然考えたりは基本的にしません。どちらかというと丸め込むんですね。これは子どもたちからよく聞きます。スクールカウンセラーが何僕の前に言おうと一緒です。あいつら全然信用できないもんってみんなよく聞きますよ僕。はい。全然ね、こっちの話、話は聞いてくれるかもしれない。でもね、本質的に、いや子どもたちの方が、これこうやらないとだって解決しないじゃんって思ってるんですね、子どもの方は。中学高校なんてまさに多感な時期ですか、思ってるんだけど、全然それに類することしない。で、どちらかというと学校側の味方になるんです。もしくは多数側の子どもの味方になります。はい、そういう構造をスクールカウンセラーは非常に辿ってます、今。学校の中でね。だからそうじゃないスクールカウンセラーで、ね、学校の校長と喧嘩できる校長、スクールカウンセラーだったら私も応援しますけど、そんなん僕、少なくともほとんど聞いたことないですね。そうすると、結局子供はそれ信用しないからね、別に何も話しないし、で、そうすると、それで、あ、この子はもうだから言っても話聞いててもダメだみたいな、もうね、要するにそいつの無能の問題なんですけど、それはさておきて、で、精神科に行ってもらうしかないですねっていう話になる。これが今、基本的なレールとしてね、かなり、なんつうか、確立しつつある問題になってて、これ、国家側もそういうふうな戦略で、基本的に子供のメンタルヘルスっていうのを考えようとしてます。これもうね、本当に狂ってるとしか言いようがない。はい、そういうところも同じように考えてもらいたいですね。だから親自身がそういうのを守ろうっていうふうに努力しなきゃいけないところもあるし、まあそういうカウンセラーをごめんなさい、本当に導入するんだったら、そういう臨床心理学を捨てた形で、考えることができるカウンセラーが本当にいないと、まあ本質的な解決にはつながらないかなっていうふうによく思いますね。はい。で、もう一つ、この何ですかね、子どもの本には新生児売買のことも書いてあります、はい、でこの新生児売買、これもねますますブルーな話ですけれども、これは日本の話です、はい、海外の話ではございません。海外でももちろんありますけど、海外の方があると言った方がいいかもしれませんね。発展途上国に代表される国は本当に幼児売買とか普通にされてますし、アフリカなんかも一番有名な話、ナイジェリアのところでね、赤ちゃん工場っていうのがあって、で実際赤ちゃんとか普通に売買されてました。だいたい50万とか、それぐらいですね。もう最初の初期の値段は3万円とかだったような気がしますけれども、そういうので売られたりとか平気でしてる。日本人は人権国家だからそんなことないじゃんっていうふうに思ってるかもしれませんけど、全然そんなことございませんね。日本はだから見せかけ上の法治国家なので、非常にですね、なんですかね、巧妙にそういうことをやる。で、そのために何をするかと、これもまた児童福祉のね制度に関係してきますけど、簡単に言うと里親制度を利用するということです。で、どんなことをするかと、里親だ、直接の日本の里親とまたちょっと違うところは違うんですけど、だってもう日本の里親だって問題なんですよ。日本の里親の方が日本の普通の一家の虐待の確率よりも里親が虐待する確率の方が圧倒的に高いですからね。はい、頑張ってそれを調べてみてもらえばいいと思いますけど、まあ、今の日本の新生児売買のシステムっていうのはどうなってるかっていうと、 NPO 法人を使うと。 NPO 法人使ってどうだかと、でほとんどは全部アメリカに売られていきます。でアメリカに売られていって、アメリカにも仲介する NPO 法人があり、日本に、ね、仲介する NPO 法人がいくつかあります。で何をするかっていうと、大概ですね、子供を、産めなそう、もしくは育てていけなそうな、またこれも弱っちい女性を狙う。一番、狙われやすいのは風俗嬢で、もう次は生活保護の女性、はい、あとシングルマザー、そういう女性がですね、まあ、ある意味それもねバカって言われたらしょうがないかもしれません。子供できちゃったり作ったりするんですね。でそうするともう今の時代だとね、堕胎するっていうか下ろすっていうことも考えるのかもしれませんけど、その時に寄ってくるんですね。寄ってきて、いやちょっと待って待って待って、うちでその子買い取るからって、そういう言い方しないですけどね、はい、その子かわいそうだからそのまま、ね、お腹で育ててくださいって、生まれたら私が適当にそれを引き取ってくださる親というか大人を引き合わせて、でそれでそれで何ですかね、報酬もお渡ししますっていう、そういう形になります。で大体それをお金を払うのはアメリカ人、大体500万円ぐらい払うと言われてます。700万円ぐらい払う時もありますけれども、で500万円払うと、だからその割合はねちょっと明らかにはされてないんですけど、単純にじゃあ200万円はアメリカの仲介した NPO 法人に入り、その200万円は仲介した日本の NPO 法人に入り、100万円は
本人のお母ちゃんに入る。で新生児は生まれたら生まれた瞬間に産婦人科でね小児科がいますけど、そこからもうあのその NPO 法人が持っていきます。持ってってアメリカ人に渡す。だからその時はね医者もね止めるんですよ。いやちょっと待って待っておかしくないみたいな。で止める。もうさすがに医者もねそこはちょっと正義感があって止めようとするんだけど、契約書がありますから。で契約書があるのでそれでもうあの、ね、やり取りしても無駄で、結局最後はこれで取られていって、でそれでアメリカ人に渡されると。でこれね日本のねテレビでも報道されたことあります。1回だけですけど報道特集っていうねあの夕方の番組で報道されたことありますけど、いやね、それもちろん報道ですからね、あのいや良かったですねって言ってましたね。皆さんが良かったと思うかどうかは知りません。僕はちっとも良かったと思いませんね、はい、でそれはまあ価値観の問題なんでしょうけど、本来 NPO 法人っていうのはでこれはいろんな寄付金とかを持って自分たち動いてたりとか、ね、日本財団からお金もらったりとか、ね、そういうふうなことで動いたりしてますけど、それで非営利のために動くっていう、それが NPO 法人を名乗ってる理由です。ね、正義のために動くとかそういうきれい事で動くのがある意味 NPO 法人ということになりますけど、そしたらその親がちゃんとね子供生まれても、ね、それで支援してあげる方がよっぽどいいでしょうね。親子わざわざ離れたりするようなそういう政策を生まれた瞬間から取る必要はありませんけど、でも基本的にこう品物だと思ってるんですね。品物だと思ってるから生まれた瞬間に持ってっちゃう。でこれはもうだから手のいい、ね、自動売買なんですけれども、この携帯を取ってるのは先進国ではいくつかあります。はい、でこれがねもうちょっと発展途上国になるともっとあからさまになってるだけで、これ実はあのヤクザが20年か30年前ぐらいはこういうことをやってました、はい、でもヤクザは最近日本のヤクザは特にちょっと力として衰えてきちゃったところがあるので携帯を変えたんですね、はい、で日本の子供は非常に高く売れるということが、まあ、アメリカでも分かってる。もうアメリカ人はそういうものを買うの好きですから、ハリウッドの人たちなんかもそういうの好きだから、だから買うっていう構図になってる。でロシアなんかはそれ知ってるので、こういう構図とか全部知ってるので僕の本にも書いてありますが、あの基本的に養子縁組全面禁止です。ロシアではあのロシアの中ではいいんですよ。ロシアの中ではいいんですけど、アメリカに養子縁組するのは全面禁止。アメリカに売るとろくなことがないっていうことをプーチンが知ってるからです。でそのきっかけはもちろんアメリカでね、あの新生児の子があの亡くなっちゃったっていうことが一番のきっかけなんですけれども、彼はもともと KGB のねスパイ組織のトップですから、そう今言ってるの裏事情もっと詳しくしてますから。でもう一人のロシアの子が養子縁組された子がアメリカで死んじゃったっていうのを見て、もうこんなやっぱりダメだみたいな、絶対全面禁止っていうことで、まあ、ある意味ね、王様のね権力を生かしてそういうふうなものを中止したと。要はそういうふうな構図になってるということですね、はい、だからこういうのをいいと思うか悪いと思うかですね。だからまあそれぐらいね今の日本人は、まあ、ある意味終わってるわけで、僕だって別にね、なんていうのかな、その子供がまたそれで育てられないところで誰の支援も受けなくて今の時代で虐待されて、それでその子供が死ぬのがよしと言ってるわけじゃないんですけれども、本質的なね助けに何もなってませんね、はい、そういうことをねあの考え直す、まあ、まあ政治なんかも考え直さなきゃいけないんでしょうけど、やっぱ市民がこういう問題とかちゃんと考えるようにしないと、どん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 、まあ、国家レベルでも本当に劣化していくんじゃないかなっていうふうに思ったりしますね、はい、であとねこの本の中ではあの放射能について僕初めて書きました、はい、本当はですねあのもうあと 2,3 ヶ月後ぐらいかな、分かりませんけど 3,4 ヶ月後ぐらいかな分かりませんけど、原発と放射能のことでも墓地を本書くつもりです。だからその今回のここの放射能何章でしたっけね、はい、149ページ17章ですかね、まあ、一応ここにね放射能の問題っていうのは書いたんですけれども、まあ、これをさらに広げたりとか、あと政治的な問題も含めて本を一応書くつもりは書くつもりなんですけれども、まあ自分の著書の中で放射能について一応書いたのは、これが最初は最初です。でいつもねその話はねしようと思ってもなかなか他の社会読の話で講演の中ではできないので、まあ、一応今日は一応しようと思いますけど、ね、やっぱり医者として最初に言えるのは、一番上に書いてあることです。これはいつも講演で言います。CT とかレントゲンとか安全、これがもうそもそも嘘です、はい。でもね、放射能の安全派でも危険派でも、どっちであってもこのことはあんまり喋りませんね。はい、その、ね、例えばその CT の線量だったら安全、CT の線量安全じゃないですけど、CT の線量だったら安全とか、ね、レントゲンの手前の線量だったら安全とかっていう、その基準で言いますけど、そっちの方の、根底がもうすでに崩れてるっていうことは気づかないままに
ね、あの論文を参考にして言ってます、この論文を参考にして言ってますっていうことになりますけど、その論文とかその研究もともと間違ってるっていうことから考え直してください。はい、だからこれはね、結局のところあの放射性物質放射線に行き地はないっていう、そういう話につながるのはつながるんですけれども、低線量でもダメです。低線量でもリスクは増します。ただ放射線を受けるからみんなががんになったりみんなが病気になるとは限りません。その人たちがいろんなね、栄養状態とかミネラル状態とか、もちろんもっと言うと運動してるかしてないか、日々汗をどれくらいかいてるかかいてないかとか、もちろん遺伝子なんかもありますけども、そういう状態によって当然違いは出ます。だからみんな病気になるとは限りません。ただ確実にリスクは上がるし、確実に人数は増えます。で、放射性物質放射線の問題で言えば、もう日本国家はね、全然あの興味ないみたいな感じですけども、これから先がんであっても心臓病死であってもますます増えていくことは間違いないです。はい、これチェルノブイリの歴史見れば一目瞭然で、その福島だけじゃないです。福島が一番そうなるのはもう間違いないですけれども、茨城とか千葉とか、埼玉、あと東京の一部とかですね、そこでも同じことが起こります。その東京とかですね、千葉とかの、土壌の汚染ですね、大体あの今の土壌汚染なんかだと、福島なんか行くと何十万ベクレルパーキログラムとか土の中入ってますけれども、もっと入ってるとこもあると思いますけど、あの東京なんかでもだから何万ベクレル、3万ベクレルとか4万ベクレルとか、それぐらい入ってるところもまだまだあります。それで考えると、あの向こうのウクライナとか行くと全部避難地域です。で、これはよくね、あの放射あの生物質危険だって言ってる人は同じこと言うと思いますけれども、その東京とか千葉とかね、そのホットスポットと言われるところとか、ね、他のところもそうですけど、全部海外で言うと、ロシアで言うと避難地域です。はい、そういうところにみんな住んでるんですね。はい、でも住むとこない、逃げるとこないからっていうことで、それで国家はね、あの隠してるっていう話になる。多分隠すぐらいだったら隠さんで全部バラして、それでやばいよって言ってた方が防御対策とかもするからいいと思うんですけれども、ね、そういうふうな構図に全然なってないということが今あるのはあるんですね。で、これをまた覆い隠すために放射線ホルミス効果っていう、そういうまた嘘800みたいなのをね、あの振りまいてます。これ非常に巧妙な詐欺ですね、放射線ホルミス効果っていうのは。簡単に言うと、低線量の被曝をすると体にいいっつってるんですね。で、これはあの宇宙船被曝をあの元ネタにして言ってるんです。あの宇宙船に乗った宇宙船の飛行士が、その宇宙船に乗ってて外のね、宇宙の、あの宇宙船乗ってて外の世界にいた時に体調がむしろ良くなったということから、あの低線量の被曝は体にいいっつってるんですけど、これものすごい巧妙な詐欺ですね。どこが巧妙か分かりますか？これ簡単に言うとね、宇宙船の人たちっていうのはね、ずっと1年、2年、3年ってそこにいるわけじゃありません。で、放射線なんかでもそうですけど、他のものでもそうです。他の毒物なんかもそうです。一旦自分が例えば放射線浴びて遺伝子が壊されたり細胞が壊されたり、その壊される土壌を生み出されると、当然ですけど破壊はされます。破壊されてもう全部破壊されるわけじゃないので、部分的には体は当然ですけど元に戻ろうとします。はい、その時に自分の栄養素状態がいい状態だったら元に戻るリスクね、なんつかね、あの力っていうのは強くなる。そうすると当然体は活性化したように見えます。これ何やってるのと同じだって言ったら、僕筋トレと同じですねってよく言うんですね。はい、で、筋トレっていうのは筋肉壊してるんですよ。筋肉壊してるんだけど、それでさらにタンパク質とかいろいろアミノ酸とかね、ほらサプリメントよく飲むじゃないですか。そうするともっと強い筋肉ができますね。体っていうのはそういう構造に基本的になってます。障害が与えられるとそれをまた取り戻そうという構図になってる。で、だから逆に言うと放射線っていうのは当たり前ですけど、これは放射線学の基本中の基本ですけど、障害しか基本的に与えません。はい、回復させてるわけじゃないんですね。体の方が回復しようと努力してるだけです。だから一過性には回復するように見えますが、低線量被曝でも高線量被曝でも全部そうですけど、一瞬浴びたりとか1週間浴びたり1ヶ月浴びたりするっていうもんじゃありません。ずっと浴びるんです。しかも体の中に入ってるとすごい近接的な距離でずっと浴び続けます。取ってると何が問題かっていうと、ね、あの体内の半減期なんかもそうですけれども、ね、いっぺん取っちゃうと1年、2年、3年、5年、10年って残ってるものもたくさんあります。それはずっと抜けないんですね。はい、で、これは放射線ホルミス効果を生み出すものではありません。その結果、あの一時的には良くなるかもしれませんけれども、必ず後で、あと、まあ、当然ですけどしっぺ返してきます。これあのね、これも同じように歴史を追うと分かりやすいんですけれども、あの海外でね、あのアメリカです、これアメリカの話ですけれども、あの放射性物質をね、あの岩とか出すじゃないですか。
ね、あのそういうふうなものを、病院の、ね、治療に応用しようとした人たちがいました。昔そんなあの放射線なんか、あのなんですか、照射できない、機械が照射できない時代なんかの話ですけれども、でそれをね、あのその自然放射線をある意味利用して、でそれでがんを治そうみたいな、それでね儲けよう、人儲けしようみたいな、そういう人たちがいたんですね実際。でその人たちいたんですけれども、でがんは縮小したかって言ったら同じようにピクって縮小するんですよ。今の抗がん剤と一緒ですね。それは全く今と同じなんですけど、やっぱりその後やっぱりあのでかくなってやっぱ死ぬんですね。でここで放射性ホルメス効果の問題で言った時には、そのスタッフたちもみんな死にました。線量大したもんじゃないです。それでもみんな死にました。がんになってみんな死んだ。でもっと言うと、その開発をしたそのオーナーのお金持ちも死んだ。みんなそんなに線量浴びてるわけじゃない。でもそれは結局線量としては一般が浴びてるよりは浴びてるんですね、はい、その結果みんなそれで死んじゃったっていうことですね、はい、だからその体の回復力以上にそれを浴びてしまったら当たり前です。それだって長時間長期間において浴びてるっていうことです。だから結局同じことになる。でそれとだからチェルノブイリで、例えば4年後5年後6年後になると、がんとか白血病とか心臓病死がどんどん増えていくって、これ全く同じです。すぐ出ないんですね放射性物質というのは。だからこれからが大変。もうすでに3年目の段階で日本ではいろんながんとかが増えるっていう、そういうデータにもどんどんなってきてますね。甲状腺がだいぶ増えてきました。心臓病死もかなり増えてますね、はい、だからこれから先4年後5年後になるとますます増えると思います。これ多分もう今のまんまで言うと止めようがないでしょうね。だから自分たちの子供いつどうなるかわからないという、そういう構図になってる。まあ防御できないわけじゃないです。で僕のところでもあの放射線のね、あのセシウムの尿被曝検査も一応やってるのはやってますけど、やってる人とやってない人ではかなり数字に差があります。あ、やってない人は僕のところにはあんまり来ないんですけどね。一応測定所のデータとかね、あの参考にして見せてもらう分においては、尿中のねセシウム量でいうと、0.3 とか 0.5 キログラムパーベクレルパーキログラム、分かる、 0.3 か 0.5 だと思ってもらえます。高いところだと福島とか行くと1ぐらい出てる人もいます。それはかなり高いんですね、はい、でもうちに来てやっぱり意識して食事してる人は 0.05 とか 0.1 とか、まあ大体それぐらいです。それでもすごい違いますね、はい、昔で言うと 0.5 とかあるっていうのはもうあの昔の核爆実験とかしてた時代の数字と同じぐらいなので、かなりリスクが高いです。で核実験してた時っていうのは当然ですけど、いろんな病気子どもとか大人に発生してた時代でもあるんですね。でも科学的に因果関係が証明できないっつって流されてた時代でもあります。そんなことだ、統計的に証明すること難しいですから。ただ確実にの現代病とかいろんな病気が、ね、60年代からいろんな要因で増えた、全ての病気がいろんな要因で増えたという、これは歴史的な事実、その数字だけは間違いありませんから、その中にどれぐらい込められてるかっていうことを考える必要がありますね。はい、まあ、全部これだけ時間通じさせてもそうなんであれですけど、まあ、後でね質疑応答の時間なんかでも、対策っていうんですか、あと、まあ、確か解毒の方法の中でも、そういう話が少し出てくると思いますので、そこで、まあ、対策なんかもお話したいと思いますね、はい、でこのスライドも飛ばしちゃおう、時間ないから、はい、でなんでこんなことになってるのかと。で、この話をするときにね、まあ、科学の嘘とかっていう話を、もっと言うと今の医学の嘘の話っていうのを考えなきゃいけなくて、でなんでこのスライドを入れたかっていうと、ちょっとアレルギーとか膠原病の話したかったからです、はい、皆さん ね自分の周りにも自分自身でもアレルギーとか膠原病とか自己免疫疾患とか、子どもの病気で言えば花粉症でもいいし喘息でもいいしアレルギーでもいいし川崎病でもいいし、まあ、リウマチはねあんまり子供にはありませんけど、若年性のものとかね、いろいろあると思います。それね、もともと存在しない病気です。存在しないけど、でもだって私の子供そうだもんみたいな人もいるかもしれませんね。なんでその病気になったかっていうことを考えてもらう必要があります。これね、あんまりその細かい遺伝子の話はちょっとね、今日はもう全部できませんけれども、概念論的な話をその本の中には書いてあります。でこの話するときに一番分かりやすいのは花粉症なので、花粉症の話だけで、花粉症の話でまず説明しますけど、この話、この花粉と現代の花粉ってのは何が違うか皆さん自分で説明できますか。難しい話、小難しい話いらんです。科学の小難しい話いらない。概念的に
でこれなんでそうなのかっていうのは、今の時代花粉症もう何千万人もいますね。はい、100年前花粉症の人何人いるか知ってますか？はい、ゼロとまで言わないけどね、多分ね人口のね 0.1% もいないと思います。もっと少ないと思います。なんでこんな違うんでしょうっていうことです。でこの時に花粉は花粉で同じです。はい、花粉の量もそんなに変わりありませんよ。はい、花粉だってスギ花粉だけじゃないんですし、このいろんな花粉に反応する人いっぱいいますよね。はい、でその花粉っていうもの自体の植物的な特徴もそんなに変わったわけではありません。100年で変わるほど植物って甘くないです。じゃあ何が変わったんでしょうか。でこれを考えるとき一番大事な、まずだからここに何が、あ、これ違う、反対ですね、失礼しました。こっちにはついてないものがあって、こっちにはついてるものがあるっていうふうに考えれなきゃいけない。これが何か、いろいろありますね。皆さん想像すればいいと思います。まあ、あの最近お流行りだと PM2.5 とか PM0.5 とかありますけど、これ粒子の大きさなのでね、別にどっちでもいいんですけれども、そういうものとか、あと放射性物質だってこうついてますね。今はさすがにあんまり減りましたけれども、で農薬とか酸性雨とかそういうのだってこうついてますね。でもっと言うと、農薬なんかはもう、あの今ヘリコプターなんかで結構林業してる人は分かるかもしれませんけど、振ってたりとか昔からします。はい、それ全部土の中で吸い込まれてますし、そのまま植物の体の中にも入り込んで、種にも入り込みます。でそうするとここにも入り込んでます。まあ、ここでもいいかな。そうすると一体何が起こるかって、こっちは何もないんです、100年前だからね。でこれちょっと言い方悪いんですけど、これねちょっと汚いもんだと思ってください、ね、あの僕はよくちょっとあのうんこですかって、うんこですって言うんですけど、はい、本当うんこだと思ってください、ね、このうんこだらけのこのボールと、こっちの綺麗な、ね、野球のボールと、ね、投げつけられたらみんな反応違うんですよ。みんなはそのボールの、こっちのボール投げられても一応ね取ると思いますけど、うんこだらけのボール投げられたら絶対弾くか、ね、嫌がって避けるかしますね。はい、それが本来の、ね、自分の体の免疫です。だからその免疫は、だからこんなものが降ってきたりとかすれば反応は出て当たり前なんですね。でもみんなそうは考えませんね。このアレルギーでも膠原病でも全て同じですけど、その原理は西洋医学では自己免疫性疾患だっていうふうに言います。自己免疫性疾患の意味わかりますか？簡単に言うと、自分の、要するに皆さんの免疫が異常に更新して狂ってるっていう表現をします。これ、ね、うんこ付きのボール投げられて、それで手をのけて、あのそのボール避けようとしたら、その手は狂ってるってことですね。皆さん手狂ってるんですね。狂ってると思います？狂ってるわけないんです、基本的に。これが来たら何をするかって言ったら、ね、花粉症の場合は鼻水を出して涙を出して、ね、くしゃみを出してこれを排除しようとするんですね。だからその免疫は常に正常です。皆さんの免疫正常なんです。でも皆さん頭はおかしいんですね。皆さん頭はおかしい。なんでこれ、皆さんは自分自身でこれが免疫が異常だって刷り込まれて、その通りですって思ってますから。だからアレルギーの薬を飲んで、ね、その免疫、この手を縛り付けようっていうことです。免疫の薬、ステロイドでもアレルギーの薬でも飲むっていうのは、簡単に言うとこの手を縛り付けようっていうのと同じことです。免疫をこうやって逆ガッて押さえつけちゃおうっていうことですから、そういうことをしてる。そうすると確かにこれ出なくなりますから、そうすると鼻水はなくなりますね。はい、でも体の中毒取り込みまくってます。はい、アレルギーになる人っていうのは基本的には大病になりにくいって、これは昔から言いました。感染症になってる人も結構昔は大病になりにくいって言ってました。結核になる人はがんにならないとかも言ってましたね。言ってたんですけど、これと実は話としてはつながります。で、まあ本来ね、まあ、これだけで全部決まるものじゃありませんが、化学物質過敏症っていう考え方が今の、あの本質的なね、免疫の病気の基本的考え方なんですね。それにのっとって考えれば、これね、免疫異常じゃないんです。で全ての免疫的な病気っていうのはこれを元にしてやってます。はい、だから例えばね、まあ、いつもこの話はしないんで、今日はちょっと時間があるしますが、これね、今度ね、細胞だと思ってください。細胞、体の中の細胞で、これ膠原病の話です。膠原病とかいろんなね、もうちょっとなんですかね、自己免疫に関係すると言われてる病気の話で、さっき脂溶性の毒物って油に溶ける毒物の話しましたけど、この細胞っていうのは油の塊なんですね。中も油ですけど、一番はこの細胞の膜です。細胞の膜っていうのはこういう
簡単にこれものすごい模式図ですけど、こういう隣接の塊でこう連なってる、はい、その脂溶性毒物、農薬でも何でも全部そうですけども、そういう毒物っていうのは油の中に溶け込みます。もっと言うと油と一緒にくっついて存在します。ここにね、例えばものすごい簡単に書きますよ。ここにじゃあ農薬くっついてるとします。農薬ここにくっついてる、ここにも農薬くっついてる。こっちは普通の綺麗な細胞ですね。こういう細胞をもし皆さんがね、免疫細胞だとしますよ。免疫細胞だとしてこの細胞を見つけたら皆さんどういう行動をしますか？体の中で見つけたらどういう行動しますか？これ叩くでしょうね。排除したいと思いますね。この細ね、この細胞排除したいと思います。はい。でこれを取り除くために免疫細胞はこれを攻撃します。はい。で攻撃してもこの細胞が死ぬかどうか分かりません。はい。こっちもこっちで生きようとしてますから抵抗する。でそうするとこのね細胞っていうもの、これが例えば関節の細胞だとしますよ。関節の細胞が抵抗すると、あ、この関節の細胞、体っていうのはそういう意味では勘違いもしますから、そうするとこの関節の細胞をちょっと全部殺さないと自分の体はこの毒まみれになって死んじゃうかもしれない、やばいかもしれないっていうふうに体を判断しますね。でそうするとここで本当の意味でのその自己免疫疾患と呼ばれる状態が起こる。これ全て同じです。ある、もう例えば川崎病なんてのは血管のね、血管炎みたいなものになりますけど、血管に同じことが起これば同じことが起こる。なぜこういうふうに考えるかっていうと、さっき言ったように野生動物この病気ないからです。インディアンもありません。イヌイットもありません。血管炎誰もいません。はい。リュウマチも誰もいません。野生動物のライオンにもリュウマチ一匹もいません。いないんです。じゃあなんで人間だけこれになるんでしょうか。今の時代の日本の野生動物だったらもしかしたらそういう病気にかかる人もいるかもしれませんね。はい、昔の動物の、ね、研究でもいませんから、イヌイットでも何でもいませんから。なんでかっつったらこういうものがいっぱいあるからです。だから現代になってどん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 ね、それが増えてきて、それが出てきて、で今止めどもなくなって、しかも誰も治せない。でこれこっちを抑えるんですよね。基本的に今の治療っていうのは全部ステロイドでもアレルギー薬でもね、免疫抑制剤ってやつもありますけど、これ全部同じ、こっちを抑えるんです。こっちなくすしかない、ね、もしくはこれを全部自分の体でなくして、で新しい細胞をきれいな細胞を作るしかないんです。もうこの2つしかありません。ごく簡単に言うと、理屈上で言うとね。でもそうしませんね。でこれをやるって、こっちをやるのはどちらかというと栄養学的な、栄養学とで細胞をね、無理やりこう代謝させて破壊して新しいものを作るっていうことをやるし、こっちはこっちでこれを排除しようと思って何やるかって言ったら解毒法をやるっていう、そういう構造になってる。だから根治療法っていうのはそういう解毒をすることは必ず第一のアプローチになるし、あと食べるものを見直すっていうことが第一のアプローチになる。だからこれが消えていくと。でもこれ簡単にはできませんね、やっぱりね。ある意味めんどくさいです。だってこんなところに入り込んでますからね。この油をもう全部取り除くぐらい気合い入れてやらないとなかなかうまくはいかない。だから断食なんかでもね、しょぼい病気だったら2、3日の断食でもよくなりますけど、まあ、難しい病気だと本当に体中の脂肪を入れ替えるぐらい頑張らないといけない。だから3週間断食とかそういうふうなことになるし、まあ、僕がやってるような、ね、低温サウナ使うようなデトックス法でも同じようにかなり長時間やるとかっていう話になる。結局こういうところにつながってるっていうことですね。でこういう考え方で今の現代病を見れるようにならないと治ることに実はつながらないということをぜひですね、ちょっと考えていただきたい。だからやっぱりね、入れるものを考える、いいビタミン、いいミネラル、いいタンパク質を取って、で悪いものを排除するっていう、まあ、結局新、ね、原理的にはものすごく簡単なことなんですけども、こういうところにつながってるっていうことをですね、ちょっと考えてみていただきたいなっていうふうに思いますね。でそういうのを、ね、嘘ついてごまかしていくんです。なんでこのスライド出したかって言うと、科学っていうのは必ず嘘をついてごまかす、医学っていうのは必ず嘘をついてごまかす。で、こういうので、例えば、ね、こっちでこの薬で何パーセント改善しましたって、改善してるわけじゃございません。押さえつけてるのは何パーセントとか、もっと言うとそれを改善してるっていう風なものも、アンケートの内容とか質問の内容を変えたりとかするとか、あとうまく操作することで、パーセントとか上げたり下げたり何ぼでもできます。そういうことをみんな平気でしてるんですね。まあ、ディオバンのね、論文とかのね、嘘とかもね、ニュースにはなりましたけど、あんな本当に氷山の一角ですから、
ほとんど全部嘘だと思って構いません。持ってもう論文持ってこいって感じですけど、もうそれも読むのも最近めんどくさくてやってませんね。そういうふうに嘘だらけだっていうことを考え直していただきたいです。だからまあ今ね、使用精読の話しましたけど、まあ、こういうふうなものは使用精読の代表格だということですね。はい、でそれを解読するための方法としてこういうのがあるというのもさっき言った話に近いですね。まあ、本来毒ってのは便と尿で出すってよく言われるんですけど、今の毒物は便と尿では出しにくいんですね。はい、本来は食べるものの毒ってのはそれでほとんど出していけばいいっていうことはあるんですけれども、今はさっき言ったように油に溶ける毒物ですから、で細胞の中入り込んだりね、いろんなね、その脂肪でも例えばお腹の脂肪とか皮下脂肪でもそうですけど、そういうところに入り込んだ毒ってのはそう簡単には便と尿では出てきません。便出したって油の毒は出てきませんから。だから油を燃焼することと汗を出すっていうことと、それを意識しなきゃいけない。断食も低温サウナもね、有酸素運動も全部それにのっとってやってる。唯一違うのはホメオパシーです。ホメオパシーだから非常に面白いと思います。面白いと思うけど僕ちょっと使えないので、本当はホメオパシーの専門家の人にね聞いてもらえばいいと思うんですけど、ホメオパシーはね、考え方はワクチンに近いんです。はい、すごい薄めた、もう全くね、有毒性がないような、そういう毒、毒をですね入れることで体に無理やり反応をもたらして、でそれで排出させようとすると、でこれで免疫つけさせようとするって、ワクチンちょっと考え方的には近いと思いますけど、まあ、これはもう全然何十億分の何十億10の60億分の60兆分の1かぐらいもう薄まってるので、もうそんな有毒物質は入ってない。じゃあなんで効くんだっていう話になったら、よくプラセボだって言われますけど、プラセボじゃなくて、波長の問題だと。で、まあ、もっと難しい話で言うと量子力学的な問題で、作用をもたらしていると、そういうことを言われたりしますね。はい、で、まあ、食べ方ですね。で、まあ、あとこれもあともうちょっとまとめなんですけど、どうやって直していくかっていう時に、このね本の対案でも書いてますけど、僕はね肉食だとか草食だとかで無理やりこだわる必要はないと思います。ただ菜食の人は不健康になりやすいのだけは間違いないです。はい、やっぱ偏ってますから、野菜だけで栄養素っていうのはあまり取れませんので、やっぱり肉とか魚とか僕は取ってほしいなと個人的には思うのは思うんですが、まあ、それは個人のポリシーの問題なのでね、アメリカなんかだとサプリメントそういう人は取ってくださいっていうしてますけれども、まあ、そういうポリシーを持ちたいっていう人はちょっとそういうところはちょっと考えてほしいなと思います。それよりもだから僕の立場で言えるのは、そういう毒物を入れないと、その毒物を排除したり毒物を入れないっていうことを考えてもらうということでしょうね。あとよく言うのは1日3食食べると病気になるというふうなこともよく言いますけれども、そういうこともちょっと考えていただきたいですね。であともう一つ、症状について、でこの症状についてっていうのは原因について考えるのと同じです。原因があって結果があるのと同じで、こっちがだから症状なんですね。これ別にね、必ずこっち使用精読とは限らないんですけど、使用精読もその一つですね。毒、栄養問題とか、あと他にはだから生活の、だから生活そのものの仕方、だからあと、まあ、心がけとかね、他にももっと社会的な問題とか、こっちはさらに上位でしょうね。でこういうのを考えないとこっち良くなるわけないんですけど、必ずこっちの方しか考えない、それがまず真逆なんですね。だからこっちはもうその結果出てるもんだから教えてくれてるからありがたいと思わなきゃいけないけど、その真逆で考えるということはちょっと必ず見直していただきたいと思いますね。はい、で、まあ、さっき言ったようにいろんなね、そういうふうな、今の西洋医学以外の見地から、考える医学っていうのもありますので、まあ、こういうのもでこれも全部完璧とは言いません。はい、僕の中で完璧なもん全部ありませんから、全部あらはあるっていうか、なんていうかな、弱点はあります。弱点はあるけど少なくとも西洋医学よりはマシみたいな。じゃあ西洋医学利点あんのかって言ったら、僕に合わせるとほとんどないんですけど、救急医学とか、あと今の風に言う産婦人科の一部とか小児科の一部はさすがにあってもいいと思ってます。はい、ただそれ以外は救急以外はね、西洋医学は実際のところ本当に役に立たないということはぜひ考えていただきたいですね。で、まあ、これがスライドとしては最後で、ね、僕らは、ね、もう時間が時間なのでね、すいません。
30分か、ちょっと30分ですね。はい、でね、7世代先まで考えなきゃいけないっていう、そういうふうな言葉はね、最近好きでよく講演では使うんですけれども、まあ、次世代じゃなくてもっと先まで考えて、僕らはちゃんと今の生活とかですね、政治とかも含めて決めなきゃいけない。こんなだってこんなさっき言った毒物だらけだったらもうだって僕らはまだいいですけど、その先もっととてつもないことになります。はい、この話をすると必ずね、レイチェル・カーソンという人の非常に有名な沈黙の春という本が話がやっぱり出てきますけど、あの時代でもね、ものすごい強力に汚染されてたのに、最近はもっとそれにさらに何千倍も汚染されてるんですね。だから病気がこんな増えるのも当たり前と。でもうだからそれはもう地球汚染レベルの問題になってますし、で、どちらかというとですね、僕らよりも僕らの子供の方がやばいんです。はい、でこれなんでかっていうと、これは関連論の問題ですけど、3世代先がやばいっていうことをよく言います。はい、で3世代先って、3世代先の3世代分かりますよね。団塊世代の戦後世代で、僕ら世代で、その次の子供世代です。この3世代目とどめさせられる世代なんです。はい、でこれなんで3世代かっていうと、動物実験なんかで3世代毒物投薬して3世代目になると、もう繁殖能力とかないかったりとか、すごい遺伝子規定とかあって、でもうすぐ病気になったりとかするっていう、そういう風な動物実験が後を絶たないからです。だから3世代先がやばいっていうことをよく言われるんですね。ただ人間にこれは適用できるかどうか分かりません。分かりませんけど、7世代先どころか3世代先でももうやばい。それぐらい今の日本はちょうど今もなんていうの、テンパってる途中だということをですね、ぜひ皆さん考えていただきたいと思います。はい、でまあね、まあ、時間も時間なので、まあそういう話をね、この本には書いてありますので、ぜひ皆さん読んでいただいて、考えていただきたいというふうに思うのは思いますけれども。